サッカーの明治安田生命 J3 リーグロアッソ熊本、待ちに待った今シーズン初勝利です。プロバスケットボール熊本ボルターズの結果も合わせてご覧ください。試合前に雪かきが行われた昨日の試合、赤のユニフォームロアッソ熊本は岩手グルージェ盛岡と対戦しました。前半チャンスを生かせず0対0のまま迎えた後半20分、相手がクリアしたボールの跳ね返りに田村、ロアッソが待望の先制点を挙げます。新加入したゴールキーパー山本を中心に堅い守りを見せたロアッソ、1対0で岩手に競り勝ち、今シーズン初白星を挙げました。まあ、一つ勝ったんでこれを機会にやっぱ前進していきたいですし、高みを目指していきたいというふうなゲームができたんじゃないかなと思います。変わってサッカー J3、 ロアッソ熊本今シーズン初勝利です。昨日は2連勝の相手、2連勝中の盛岡相手にアウェーで勝利しました。キーマンはこの人、田村翔太選手です。今シーズン福島から新加入した24歳、スピードを生かしたドリブルが持ち味の選手です。盛岡市は気温1度、雪の中での試合になりました。厳しいコンディションで両チームチャンスが作れない中、右サイドの16番田村からチャンスが生まれます。田村が起点になって中央の佐野へ、27分には再び田村がチャンスメイク、最後は坂本、しかしチャンスを生かしきれません。すると流れは盛岡へ、キーパー山本いい反応で守りました。さらには前半終了間際、ここも山本パンチング、山本の好守備もあり0対0で前半を終えます。すると後半20分、左サイドを坂本が突破、突っ込んだのは田村、田村の移籍後初ゴールで先制しました。その後のピンチも無失点で切り抜けたロアッソ、開幕4試合目でようやく初勝利をつかみました。たくさんのサポーターに来ていただいてすごい嬉しいですし、チームとして勝ててよかったなと思います。なかなか我々勝てない中、まあ、一つ勝ったんでこれを機会にやっぱ、前進していきたいですし、高みを目指していきたいというふうなゲームができたんじゃないかなと思います。はい、雪の中のゲームすごかったです ね。熊本じゃなかなか考えられないですけど、ありえないですよね。それを制して初勝利、良かったですね。はい、雪の中応援し続けたサポーターもいたので、選手たちも勝利を届けられて良かった、次はホームで勝ちたいと話していました。初勝利を挙げたロアッソは順位を9位に上げました。次節の相手は11位の相模原です。今度の日曜日午後1時から笑顔の健康スタジアムです。ホームのサポーターにも勝利を届けてほしいです。以上スポーツでした。まずはロアッソ、開幕4戦目でようやく1勝です。昨日アウェーで岩手と対戦し1対0で今シーズン初勝利を挙げました。雪が舞う中で始まった岩手との第4節、赤のユニフォームロアッソ熊本、試合序盤、慣れない環境で思わず足を滑らせる選手も。それでもサイド攻撃でチャンスを演出し、相手ゴールに迫ります。降り続く雪、中盤からは銀世界での戦いに。
ハーフタイムには雪かきが入りました。迎えた後半20分、左サイドから駆け上がった坂本の背中に相手のクリアボールが。そこに飛び込んだ田村、新加入の初ゴールが先制点となります。その後攻め込まれるシーンもありましたが、キーパー山本が体を張ってゴールを死守。そして J3 降格後4試合目で初白星をつかみ取りました。こぼれてきたらいいなと思って入ってたんで、まあ、そこはゴールできてよかったなと思います。目標である J2 に昇格するっていうところは絶対にぶらさずに、勝ち点3をしっかり取っていきたいなと思います。いや待望の1勝ということで、ね、え、いやもう本当サポーターの皆さんにとっては、ね、もう本当待ちに待った一勝だったと思いますよ。関東在住の方はですもちろんですけど、熊本からもサポーターの方行かれてみたみたいですよね。で本当に、この雪の中での試合っていうのはやっぱ熊本の選手たちは練習でもできませんから、非常に過酷な、ね、しかもアウェー戦ということですよ。やっぱここでの1勝というのは今後にすごくつながる大きな1勝だったと思いますし、ね、次節は熊本で復興マッチがありますので、勢いに乗って、ね、連勝してほしいですよね。はい、そのキャンプでの大雪のお話がありましたが、はい、キャンプではですね大雪の経験はあったそうなんですけれども、大雪でカラーボールを使っての試合は初めてだったそうなんですね。やっぱり実戦はまた違いますからね。はい、で前節はチャンスを作っても攻めきれませんでしたが、今回の試合ではチャンスに決定力を発揮できたのが勝利の要因となりました。はい、これをきっかけに波に乗っていってほしいと思います。はい、さあ次節が今月7日のホームで相模原との対戦です。次はホーム初白星を期待しましょう。続いてサッカー、 J3 のロアッソ熊本は開幕4試合目にして待望の初勝利です。ここまで2分け1敗と初めての J3 で苦戦している赤のロアッソ熊本はアウェーで岩手グルージャ盛岡と対戦。雪が降り積もる中での一戦となりました。前半は何度もピンチを招きますが、今シーズン新加入の元日本代表ゴールキーパー山本海斗が再三にわたる好セーブでゴールを守ります。すると後半20分、相手のクリアが坂本光大に当たりボールはゴール前へ。これを新加入の田村翔太がダイビングヘッドでゴールネットに突き刺し、ロアッソが先制します。ロアッソはこの1点を守りきり、開幕4試合目完封で待望の J3 初勝利を挙げました。次は今度の日曜日、ホームで SC 相模原と対戦します。ロアッソ熊本、ようやく待ちに待った初勝利を挙げました。待ってましたよ。なかなかちょっと J3 に落ちて勝てるかなと思っていたら苦しんでいましたので、はい、まあ、この1勝もそうですけど、もうアウェーでこの雪の中で勝てたっていうのは精神的にも強くなりそうですよね。いや、そうですね。今回のゲーム見てますと、前線から守備にアグレッシブに、渋谷監督もアグレッシブに戦ったっていう言葉を使ったんですけど、うんうん、本当にその通りのサッカーで、うん、なんかこうエネルギーが湧いてきたような気がします ね。熊本じゃ、まあ、あんな雪の中での試合ないです。ないでしょうからね。ボールがカラーだったでしょ。そうですね、雪の中専用のカラーボールでした ね。はい、でこれ対戦相手の岩手に聞いても、はい、おそらくシーズン中に雪が降って、しかもこんなに積もったのは初めてじゃないかと。なるほど、ね、はい、この中の勝利はやっぱり大きいし、うん、まあ、新加入の選手が活躍してくれたっていうのは、そうなんですよ。何をやっぱカンフル剤と、ね、働いてくれてるっていう、新加入選手と既存戦力の融合が進んできたのかなという思いもありますね。はい、噛み合ってきてるんじゃないですか、ね、はい、これからね、ホーム初勝利ですよ、次でね、そうです、そうです、はい、